縮まりましたね。それに走り終えた際の呼吸も乱れが少ないように思います。ありがとうございます。ではこのまま無駄のないよう進めてまいりますね。武器ですか？いえ、光栄ですが、そのように考えたことがなかったので、少し驚いてしまって。もう、ご存知のこととは思いますが、私は生まれつき、あまりに弱く、脆い体をしております。いつ、砕け散るとも知れぬ身です。目白の、あるいは馬娘たちの紡ぐ輝かしき歴史の中に、すぐ埋もれゆくこともあるでしょう。すぐに色褪せ、忘れ去られる。それでも、今、この瞬間を輝かせるため命を落とすことは、私に許されたただ一つの権利なのです。トレーナーさん、準備できました。ラスト一本お願いいたします。前よりトレーニング量増えたよね。あれ何本目？体調大丈夫なのかな。だわ。トレーナーさん、どうかされましたか？ぜひお願いいたします。私ももう少し走りたいと考えておりました。本日もありがとうございました。今日の練習は一段と実りの多いものだった気がいたします。ですから、いかがでしょうか。明日からこのメニューを基準に組むというのは、まあ、今に感謝しなければ。このところは特に調子が良くて、体の熱で動けなくなることもありませんし、デビュー前は連日トレーニングができないこともありました。ですが今はこの通り。楽にというと？もうありがとうございます。ですが私にとってはこのままが自然ですから。もともと目白の娘は人前に出る機会が多く、幼い頃から粗相のないよう礼儀を教わって育つのです。それに。あらあら、ダンちゃん、どうしたの？そんな隅っこでうつむいて。もしかして具合が悪いの？いいえ、おばさま、私少し考え事をしていただけで。ダメよ、無理しちゃう。あなたは体が弱いんだから。そっか、ちゃんとしていないと具合が悪いって思われちゃうんだ。いえ、何でもありません。この方が落ち着くだけですので、ご心配なさらず。トレーナーさんの前で無理はしないとお約束いたしますから、どうかご安心ください。あら、担当馬娘を甘やかしていたら、トレーナーさんのお仕事が滞りませんか？もしかしたら私、今日は気分が乗らないのでお休みいたしますなんて言い出すかもしれませんよ。ぜひそうお願いいたします。
丈夫です。今でも十分お気遣いいただいていますから。そろそろでしょうか。こうして開演を待つ時間も楽しいものですね。では行ってまいります。帰宅の際には連絡を入れますので。あら、ドレーナさん、ごきげんよう。偶然ですね。はい、劇場で感激は、実は主催者様にペアチケットでご招待をいただきまして、当初は姉と来る予定だったのですが、あいにくレースの出走が重なってしまい。お、あの、突然のお誘いになりますけれど、よろしければご一緒にいかがですか。トレーナーさんとご一緒できて嬉しく思います。とても人気のある作品で、ずっと見たいと考えておりましたから。仲良しの騎士二人が有名になるために五条へ幽霊退治に行くといういわゆる喜劇です。古典をベースにしておりますが、現代劇としても見応えがあるそうで。あ、始まりますね。見ろ、友よ、あれこそ白母にしか現れぬという呪いの城だ。なんという異様であろう。だが忌まわしき悪霊など恐れはしない。ああ、神よ、この討伐を見届けたまえ。今こそ我らが英雄と世に知らしめる時。お化け！って今のお前か！おい、何でもするな！ああ、評判通りの演目でしたね。物音に驚いて飛び跳ねたお二人が本当に可愛らしくて、ただ最後まで幽霊に会えなかったのは残念でした。私なら諦めきれずにまたお城へ伺ってしまうかもしれません。紅茶を手に語り合いたいほどに。きっと長い時間お城の歴史を見つめていらした方ですし、お話しできれば忘れ去られてしまった誰かの輝きを、ほんの刹那でも蘇らせることができますでしょう。まあ、心地いい風ですね。あの、トレーナーさん、よろしければ少し歩きませんか。夕暮れがとても綺麗で、なんだかそうなったらとても素敵ですよね。子供の頃はよくその日に見た劇の登場人物に自分がなったらという想像をしておりました。男の子になったり、おばあさんになったり、元気に冒険したり、時には悪いことをして怒られてしまったり、誰しも一度きりのはずの人生を想像の中でだけ入れ替わってみる、内緒の遊びのようでとても楽しく思えて。どうでしょう、もしかしたら自分を退治しに来た騎士様を興味津々に観察している幽霊かもしれませんよ。そうですね、騎士様が気づいてくださるなら、幽霊はきっと騎士様とお話ししたいと考えるかと。私が幽霊でしたら、騎士様がどんな方なのか知りたいと思いますもの。例えば、騎士様はご幼少の身切り、どのように過ごしていらしたのでしょう。
なことが子供の頃のトレーナーさんはきっと可愛らしくていらしたのでしょうね。なんだかいくらお話ししても足りない気がいたします。トレーナーさんは他に何をして遊ばれたのですか？失礼いたしました。こんな私としたことが、もういつの間にこんなところまで。お話に夢中で気づいておりませんでした。こんなに歩き回ってしまうなんて。みんなに心配をかけないよう控えなければならないのに。ですからいかがでしょうか。明日からこのメニューを基準に組むというのは。まあ今に感謝しなければ。このところは特に調子が良くて、体の熱で動けなくなることもありませんし。そうだ、あの時も今もトレーナーさんはいつだって不思議。なんだか胸が温かい。トレーナーさんは本当に私は。いいえ、何でもありません。ただ今日は楽しかったなと考えておりました。まああまりからかわないでください。ですが、今日は本当に充実した一日でした。思いがけず知らない自分を知ることができましたし秘密です。もう日も落ちますね。本物の幽霊に会ってしまう前に私たちは帰路につくことにいたしましょうか。トレーナーさん、本日は急なお誘いにお付き合いくださってありがとうございました。